私は請願者となって、横浜市会に、請願書を提出してました横浜市大への不当圧力問題、今日市会の政策総務財政委員会で、請願審査が行われました。それに先立ってですね、ちょうど一昨日、当初の請願の対象は、請願での、対象となる事実の当事者は市会議員2名ということにしてたんですが、これは、添付資料、私が入手した添付資料の面談記録に、明記されている、当事者がこの、不当要求と考えられる当事者がこの市会議員2名だったからです。その後、市会の本会議で山中市長がこの面談記録上は黒塗りとされていた人物が自分であることを認めたということで、請願の対象の当事者に山中市長を加えました。そういう内容の請願書の訂正願いを提出しました。それを受けて、今日の委員会では、訂正願いが、受理され、それとこの請願審査に先立って、請願者の私を、参考人に、招致するということが議決されて、参考人として、10分間請願者としての意見を陳述をしました。ここで述べたことは、これまでの請願に至った経緯について述べた上で、今山中市長がこの件について市会の本会議などで述べていること、あるいは記者会見で述べていることなどについて私の意見をまず述べました。山中氏がこの件についてどう言っているかというと、まず一つはですね、6月16日の文書についてこの時点で連絡が取れなかったと、記載してあるのは事実に反する、いやだから訂正謝罪を求めたということを、言っていると、それと、7月26日最終的に出された文書は大学の内部決裁を経て発出されたものだから不当なものではないと、問題ないというようなことを述べています。この前者の6月16日の文書で記載されている、この時点で連絡が、取れない状況が続いていたと、という記載が、事実に反するのかどうかという点については今日の、委員会で、参考人として長内理事長、上野副局長が呼ばれていてですね、この点についていろいろ質問をされていました。結論としては連絡が取れなかったという事実は間違っていない、事実に反していないと、確かに連絡は取れなかったと。その期間は6月14日から16日、一斉に報道が行われた16日までの間連絡が取れなかった。具体的には理事長が副学長に指示をして連絡を取らせ、何回も携帯電話に連絡を取ったんだけども本人とは連絡が取れなかったということを、今日長内理事長、そして上野副局長がいずれも明言していました。ということで、少なくとも山中氏が言っていた、本会議で言っていたこの連絡が取れなかった、連絡が取れない状況が続いていたと、という6月16日の文書が事実に反していたと、という山中氏側の弁解、反論は全く根拠がないということは、少なくとも今日の横浜市大側の参考人としての話から明白になったと思います。でただこの点に関してですね、この今日ご覧になってたと思うんですが、委員会の審査ですね、本当に何とも言えない、もう言いにくそうにしながら、どうしてもその自分たちが不当な圧力を受けたということを認めたくないようで、その事実に反
していたというわけではないと、実際に連絡は取れていなかったんだということを、言ってるんですから、山中氏側から受けた事実に反してるから訂正しろって話はそもそもがおかしいはずです。そんなこと言われる筋はないはずなんですが、しかも それを受けて7月26日付の文書で、事実に反する記載をしてしまったということの方がむしろ虚偽だし、まあ、今日 の委員会での審査の中でも、もう7月26日の文書はもう明らかにおかしい。これが不当な圧力を市会議員そして山中氏の側から受けたからこそ発出されたものだということはもうほとんど疑いようのないものになったと思うんですが、まあ、必死になってそれでも市大側は不当に圧力を受けてないかのような言い方をしてました。これ単なる言い方の問題であって山中氏が大変心を痛めているということを聞いて、心を痛めておられるんで自分としても、理事長は、その要求に応じて文書を出さざるを得なかったと、まあ、それを不当要求って言うんですね。心を痛めているぞと言って圧力をかけたわけですから、もうほとんど、不当圧力をそのものを認めているに近いと思うんですけども、それでも不当圧力を受けてなかったというふうに最後まで言い張ったわけです。で、山中氏側のもう一つの弁解であるこの内部決裁を経てるから問題ないという話は、これ もう最初から論外です。どんな形式上の決裁手続きがあったって不当なものは不当だし、不当な圧力をかけた事実があればそれはもちろん不当な圧力による不当要求です。しかも大学の内部の決裁手続きというのはこの7月26日の文書に関してはほとんど実態のないものであることは今回の今日の委員会の審査でも明らかになったと思います。そもそも理事長を呼び出してこういう要求をしたのは7月の24日の土曜日です。土曜日の朝8時に呼び出している。そして26日の、まあ、今日副局長が言ってたところでは午前11時にはもうこの文書は、この文書というか訂正後の文書が発出されているわけです。24日の面談の際にさまざまな大幅な要求を突きつけて、学長名を入れるとかですね、いろんなことを言って、その際、明らかに恫喝的な発言があったことも、まあ、今日面談記録に書かれていることはその通りだということを副局長が明言してました。そういう経過を経て7月の26日の土曜日の午前中わずか1時間ぐらいの間に、多数の人間の決裁手続きが終了している。これはもう決裁としての実態は全くありません。理事長がそのような要求に屈して、もう、先方の言われるがままの文書を出すことを決意し、そして最終的に今野氏、まあ、実際には今野氏が山中氏と相談していることは明らかですが、その要求通りの文書を発出することにして7月26日に決裁手続きを形の上だけ取った、あるいは一部は事後手続きの可能性もあります。ということで今回請願の対象にした山中氏と立憲民主党の市会議員2名による横浜市大に対する不当圧力、不当要求の問題は今日の委員会の審査でますます明白になったと考えています。まあ、それでもですね、いろんなことを理屈を並べて立憲民主党と共産党の委員の人はもうこれで打ち切るべきだというようなことを言ってましたけども、ちょっとその中で私がこれは聞き捨てならないと思ったのは、共産党の委員がこれ荒木さんという委員でしたけども、7月26日の文書を弁護士に見せてこれが問題かどうかって聞いたら何も問題がないと言ってたと、弁護士名を全く明らかにせずに言ってました。で、まあ、この共産党の委員の人が委員会内で発言する内容は勝手かもしれませんけども、それを受けて幼い理事長が自分たちのところでも7月26日の文書についてリーガルチェックを行ったと。これは一体何なのか、我々弁護士の立場からすると全く聞き捨てのならない発言です。
このリーガルチェックというのが私が指摘していることに関して事実を確認したところ全く問題なかったという意味なんだとすれば、ぜひこのそういうリーガルチェックを行った弁護士名を明らかにして私からの質問に答えていただきたいと思います。そのような見解が出てくるわけがないと私は考えています。こういうその共産党の委員の発言とその幼い理事長の発言とが相まって、あたかもですね、私が行っている請願における私のコンプライアンス上そして法的な見解が誤っているかのような印象を与えること、これは許しがたいことですので、この点については横浜市大の理事長の側にその氏名を明らかにしていただきたいと、弁護士の氏名を明らかにしていただきたいという要請をし、はっきりその点が明確にならなければ厳重に抗議をしたいと考えています。まあ、ということで請願については継続、審議ということになって、しかもその中で出ていた話は今後は、この不当要求を行った疑いのある、市長、市会議員の方の話も聞く必要があるとというような話が出てましたので、そういう方向で今後請願の審査が引き続き行われるものと考えていますし、今日の幼い理事長の発言を見てると、横浜市大っていう大学の方も相当問題があると言わざるを得ないと思います。まあ、そういう問題がある組織に対して不当要求を行うということを、これはもうとんでもない話ですが、しかしそういう要求を受けてこれだけその6月16日と内容趣旨の異なった文書を明らかに選挙を意図し、選挙で山中候補が有利になるような方向での、内容の文書を発出したと、というのはこれは横浜市大の側のガバナンスコンプライアンスにも重大な問題があると言わざるを得ません。こういう不当要求を行った当事者の一人、しかも発言はほとんど一人で行っていたと言われる山中市長、山中氏という人物が今横浜市の市長であるということも含めて、今後横浜市と横浜市大のコンプライアンスガバナンスには重大な懸念が生じていると、深刻な状態にあると言わざるを得ないと思います。請願の件はとりあえずこの程度で、その他の問題についてもですね、このところいろいろ少なくともネットメディア、そして私がブログなどで指摘している範囲ではどんどん山中市長をめぐる問題は拡大しているということは皆さんもご存知だろうと思います。経歴詐称問題についてこの前の定例会見の際、フリーのジャーナリストだけが約20分間いろいろ聞いたところに対して全く山中市長の答えはもう嘘に嘘を重ねるものと、ほとんどまともに答えないものだらけで、経歴詐称問題についてもパワハラ問題についても一層その疑惑が深まったと言わざるを得ないと思います。そしてその後、昨日サキシル、ネットメディアのサキシルの報道でリサーチフェローについて新たな事実が明らかになり、これを読めばもう山中氏の経歴詐称問題については全く弁解の余地がなくなったと言わざるを得ないと思います。これは誤解している人もいますけれども、公選法上の虚偽記載が問題になっているわけではなくて、というのは公選法のに関しては選挙公報などでは正確な記載をして法的には問題にならないようにしていると、その一方で自分の周囲、大学内あるいは対企業あるいはシンポジウム、学会関係、対メディア、そういったところで虚偽の経歴を記載し経歴を詐称していたという問題です。しかし彼がデータサイエンスだとか研究者だとかいうことを標榜して市長選に立候補したということは、その研究者としての経歴というのはその人物の属性に関する重大な事実だと思います。そこに詐称があった事実というのは絶対に無視することはできない問題だと思います。ということなんですが、ちょっとここで申し上げておきたいのは、なぜか一般メディアの新聞テレビメディアの方々全く経歴詐称問題も、そしてこの
西岸関係も、まあ、一部神奈川新聞で、若干報道されていた以外は全く報道されてない。今山中市長に関して明らかになっている事実の大半を横浜市民は知りません。全く私理解できないんですけども、 ここまでいろんな事実が出てきているのになぜ新聞テレビの方々は全く報じようとしないのか。私もあのもうこのコンプライアンスに関わる仕事をするようになってから15年以上経つし、その間、メディアのコンプライアンスの問題も随分いろんな観点から取り上げてきましたし、いろんな批判も行ってきました。新聞の問題でもテレビメディアの問題でも報道倫理というのを今までいろいろ指摘をしてきました。いやしかしその経験から言っても、今回の横浜における選挙前からの一般メディアの報道は異常だと思います。私自身あの落選運動を展開し、いろんな事実を指摘してきたし、結果的に私が指摘してきたことをほとんど事実に反することはなかったと思いますが、なぜか全てそういう事実を無視してきた一般のメディアの方々は。でそれが、選挙期間中は、やはり、そういう報道がやりにくいとかいうのはまだ分かるんですけども、選挙の結果山中氏が圧勝して、そして横浜市長に就任するということになったら、彼がどういう人物かということを改めて横浜市民に知ってもらうことは極めて重要な事実であり、それを伝えるのはメディアとしての責務だと思うんですが、もうほとんどその後会見での質問も報道もフリーのジャーナリストの人ばかりで、全く一般メディアでは報じられてない。これはちょっと私もほとんど経験をしたことないような状況で、いろんなあのメディアに詳しい人に聞くんですけども、ちょっと全く思い当たらないというぐらい私は異常なことだと思ってます。今日の、請願審査で、状況が変わったということが言える、だから今後はちょっと違ってくるのかもしれませんけれども、これまでの状況だけでも私は十分に異常だったと、メディアの報道の仕方は異常だったと考えています。私の方からは以上です。今回の、横浜市街の不当圧力に関するところなんですけど、はい、強盗強要罪という言い方をされたので、これはもうちょっと具体的に強要罪に当たりかねない、該当しかねないという表現をしました。でこれはあの面談記録に書かれている、インターネットでの、批判についての言及がありましたね、不誠実さを取り上げさせる方がいいかもしれないという発言、これは最近よくあるあのネットで炎上させるぞというような趣旨の発言だと思うんですね。これその何が不誠実なのかって、要するに不誠実だというふうに追及してその抗議しているわけですから、山中氏はその中で言ったこのインターネットで晒してやる方がいいのかなというような発言、これはそのネットで批判を炎上させて本人の名誉を侵害するということを告知した行為、そういう脅迫に当たりうる、本人の名誉とか財産、生命身体などへの加害の告知の中の名誉に対する加害の告知に当たりうると考えられます。それからコンプライアンス違反で訴えてやることも考えると、これも何がコンプライアンス違反なのか、今日もそれ委員会 の中で出てきて、幼い理事長は全然答えられなかったですからね、どういう意味と受け取ったのかと。それを相手が一方的に言ってることで全然分からなかったって言うんですけども、コンプライアンス違反で訴えるということを言って、で実際に訴えるようなものがなければ、これは訴えてやるぞという脅迫に当たる可能性は十分にあると思います。でこういうその脅迫の事実があるのかどうか、まだあの面談記録について次第の側のコメントは今日まで得られてませんでしたから、今日初めてですね、次第側から面談記録は正確だと、このような発言があったということが、明確になったわけです。でそうなると要求した内容が不当なものなのかどうか、義務のないことを要求したのかどうかということが問題になり、義務のないことを要求し、その際、
害悪を告知した、脅迫をしたということになると強要罪が成立することになります。まあ、もっとも今日はもうどう考えても外形的には義務のないことを要求していることは間違いないと思うんですけれども、それを次第の側は理事長副局長はもうとにかくその発言をすると本当に強要罪になっちゃいますから、一生懸命それを避ける発言をしてたようにしか思えませんでしたということです。はい、ちょっとあの継続審査という形になりましたけれども、はい、今後大原さんの方で何か働きかけていくことはあるんでしょうか。まあ、今日継続審査になった趣旨は、もうまさに私が今日の参考人陳述で言ったことを十分に受け止めてもらえたなと思ってますし、これから委員会の方で、しっかり、行うべきことが行われるんじゃないかと期待してます。今日も出てましたけども、やはり反対側の当事者である、不当要求をした側の山中市長と2人の市議を呼んで、一体なぜこういうことをやったのかということをしっかり説明を尽くさせることが極めて重要だと思いますし、そういう意味では継続審査されることの意味は非常に大きいと思います。これ最初の選挙候補者選ぶときから、はい、野党側はまあお好みが勝つだろうみたいな、まあ、適当にちょっと連れてこようみたいな、それとあとその結局そのブラグみたいな部分ですか、その要するに飾り立てて、まあいいんじゃないかみたいな、そういうのが最初にあったと、ざっくばらんに考えて、すごくそういう匂いがするんですけど、五葉先生はそういう、確かに最初、山中氏の話が出た時点で、どこまで本気に当選を目指してたのかどうか、よくわからないですね、確かに。それがその後逆風でですね、自民党への逆風、菅政権への逆風で急激に状況が変わっていたということなんですが、私は最初確かにその山中氏が出ても当選する可能性が高いとは私自身も思ってませんでした。しかし であればこそ、そういう野党統一候補として誰が立候補するのか、誰が候補になるのかって重要じゃないですか。本当にそのいい候補を担いで、そしていい政策を提示して、この人物なら大丈夫だというのを、候補にして頑張って一生懸命戦うということが行われるべきだと思ってましたし、そういう意味では全くそういう人物じゃない、これは落選するにしても当選するにしても、とにかく横浜市長として野党統一候補として推薦されて立候補すべき人物じゃないということをずっと私は思ってきたわけです。はい、はい、あとそれから結局、私財政4兆約4兆ですよ、はい、360万もう一般から見ればすごい利権の巣窟っていうか、うんうん、東京都の3分の1はある、そういうところに政治的本当に未経験の方を連れ出せば、毎日当選したときどうなるのか、考えるのが普通だと思うんですよ、はい、でそういう構造に習熟ある程度ね、経験が全くない人はもう後で、まあ、昔青島都政っていうのが、都市博を中止しろっていうね、選挙活動しないとバーンと通っちゃった時がありましたけど、結局そうすると持ってる情報っていうのはもう官僚が下からアップさせてくるので、こう、うん、固められる可能性、そういう想定とかは、それも問題だと思いますけど、私が問題だと思ってたのはもっとそれを超えた問題ですね。単に政治経験のない大学教授の経験しかない人だから候補者にふさわしくないと思ってただけじゃないわけですよ。その仮に大学教授の人で政治経験はなくても、まあ、その人物の能力、識見、さまざまなものがしっかりしていれば、経験もどんどん積んでいくでしょうし、まあ、それは市の組織が支えるでしょうし、まあ、それだけで最初からダメと決めつけることまではできないだろうと。ただそうじゃない部分に、彼のその人となりの方に、能力と人のなりの方に根本的な問題があるという話を、私はいろんな人から聞いて、これはもう彼のことを非常によく知る人もかなりの数、私にそういう情報を寄せてくれていた。そっちの方なんですね、私が問題だと思ったのは。
次第の方は、今現在は必死に不当な圧力がなかったように振る舞っているというところが見られたと。そして、今までコンプライアンスをご担当されて、いらっしゃって横浜市大自体問題を抱えていると見られているとおっしゃいました、はい、このことについて具体的なお話をお願いしたいと思います、はいはい、不当な圧力っていうことに関して言えばもう今日の話の内容からするとほとんど認めてるわけですよ。まず面談記録は正しいと、言った通りに書かれてるということを認めてる。その中にはさっき説明した、脅迫文言が入ってるわけですよ。ですから立派にその恫喝をしてる、これ間違いない。で一方で山田氏が言ってるようにそれじゃあ言っていったことが正当だったのか、正当な要求で訂正謝罪をするのが当たり前だったと言えばですね、これはもう訂正謝罪するのは義務があるわけだし、でああいうその7月26日の文書の発出も義務があるということになりますから、不当な、圧力にもならないし強要罪にもならないということになるわけですけども、そこの点について不当な圧力を受けてない受けてないって言うんですけども、その理屈っていうのは山中氏が心を痛めておられると分かったから、なんとかその気持ちに応えないといけない。それはヤクザの親分が大変怒っておられるからそのお言葉に応えないといけない、これ同じことじゃないですか。だからもう全く言い訳になってないんです。もうほとんど不当な圧力で事実上ほとんど強要罪に近いようなことはもう認めざるを得ない事実関係なんです。それをどうしてもその結論としては認められないということで最後まで言い張ったというのが今日の参考人のお話だったと思いますね、はい、そうしますと7月26日の文書では訂正にとどめている文書であれば問題なかった、でも訂正謝罪も義務があるとは思えないですよね。だって今日もしきりに鈴木太郎委員だったかな、詰めてたじゃないですか。要は事実としては別に間違ってなかったんですねって、連絡が取れてなかったことは間違いないんですけどねって散々確認して、それは間違いないんだと、間違いないんだけどもそれについて長期間連絡が取れてないかのように受け取られる文書だと山梨側が言ったと、そう受け取ったようで、それで大変心を痛めておられる、悲しんでおられる、だからそうしたと自分たちが任意にって言うんですけど、それもほとんどはっきり言って信用性がないですね、ここの部分の発言というのは。あそこではその横浜市が設置した公立大学のその横浜市長の問題ですから、その理事長としてはもうそれ以上のことは言えないいうことが不可能だというふうに私は受け取りました。そうしますと今のお話ですと、横浜市大という存在自体がその市長の意向に非常にこう、もともと振り回されるような政治的な存在だった。そうですね、当時はまだその市長でも何でもなかったわけですよ、この要求された時点では。でしかもやっぱり野党統一候補っていうことだから一応有力候補にはなってるわけだけども、そんなに当選の可能性が高いとは思われてなかった時期ですね、7月の24、5日頃っていうのは。林市長に忖度されるいやでもそうとも思えない。ブログにも書いてるように林市長が少なくとも6月16日の時点で出馬の可能性があると考えてた人はほとんどいなかったはずです。でそれ林市長全然関係ないです、これ言いがかりです。でじゃあなぜあんな要求に応じたのかといったら、それはもう恫喝を受けたからとしか考えられないですよ。誰だってそのインターネットに不誠実な理事長学長なんてさらされたら嫌ですよね。でしかもあれだけの野党の支持者の広がりがあるわけですよ、本当にやられかねないですよ。そりゃ怖いですよ、私お気持ちよくわかります、はい、6月16日の段階では、政治的なことには左右されないと大学の方は、その当然のことを言ったまでですよ、私何の問題もないと思いますよ。それに言いがかりをつけて自分たちに有利な、山中氏に有利な内容の文書を学内で出させたと、そういう非常に単純な話だと思います。